カーボンナノチューブ。左上はグラフェン構造。カーボンナノホーンは炭素の同素体の一つ。ナノカーボンの一種でグラフェンを塩水型に丸めた構造をしている。CNH と略す。ナノホーンと略すこともある。グラフェンを円筒型に曲げた構造のカーボンナノチューブに似ており、工述するように実際には部分的に CNT 構造を取るため。 CNT に含められることもある。1998年、NEC の飯島住オラが発見した。飯島は CNT の発見者でもある。塩水部分は6イン管からなり、平面のグラフェン構造を曲げた構造をなす。頂点には5つの5イン管が、互いの間に6イン管を挟んで存在し、直径2から3ナノメートルのフラーレン構造の一部をなす。 頂点の五印鑑の数は、幾何学的には一つから五つのいずれでも、円錐型を作ることができるが、実際に得られるのは五つのものである。これに対し、CNT の端の五印鑑は6つ、フラーレンの五印鑑は12である。うに実際のカーボンナノホーンは、特殊な形状で得られる。多数のカーボンナノホーンが頂点を外側に向けて集まった。 直径100ナノメートル前後の集合体として得られる。この形はしばしばウニに例えられる。おのおののカーボンナノホーンは、ある程度広がると、5イン管により内側へと曲がり、5ナノメートル前後の CNT と同じ円筒構造に移行する。そのため実際は、カーボンナノホーンで端を閉じられた CNT だと言える。なお、円錐、円筒部分にも多少の5イン管や7イン管が、 存在し、不規則に曲がったり凸凹ココしたりしている。レーザー剥離法で製造される。室温、上圧のアルゴンガス中で、純度100%のグラファイトに、波長10.6マイクロメートルの二酸化炭素レーザーを、パルス照射する。CNT より条件が優しく、大量生産が容易である。質量あたり表面積が、極めて高いため、吸着剤。 触媒端自体として高い能力を持つ。燃料電池の電極材料やガス急増材として実用化に最も近いナノカーボンとして注目されている。ありがとうございます。